フの久保です。私は今史跡芭蕉王製菓に岡本市長と来ています。市長、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回は新春特別編として新年にあたっての市長の思いなどをお聞きしていきたいと思います。ところでこちらの史跡芭蕉王製菓は昨年リニューアルオープンしたとお聞きしています。改めてご紹介いただけますか。はい、まあ、こちら芭蕉王製菓ということなんですけども、芭蕉さん30歳頃まで、過ごしたということなんですけど、生まれは1644年といえば間違いないんですが、なんで1644年かというと、この年は12月16日までは寛永21年という年で、12月16日を過ぎると正保元年というんで、芭蕉さん何月生まれかわからないので、まあ、寛永21年というのが大体当たってるんだろうなと思うんですけど、絶対間違いないのは1644年ということなので、この製菓平成30年度から大変傷んでましたので、休館をしていましたけども、まあ、保存改修工事が完了して去年の4月1日からリニューアルオープンしましてですね、シャキッとしたんで入りましょうか。はい、お願いします。はい、外観だけでなく内装もとても綺麗ですね。そうなんです。昔はね、この畳もなんとなくふわふわした感じだったんですけど、今しっかりとしたシャキッとした感じが戻りました。はい、改装中に珍しいものが発見されたとお聞きしました。はい、今ちょっと寒いので、障子を立ててますけれども、中庭にこういうねサイズのお庭ではねとても珍しいんですけど、石組みがあって、でしかも鶴と亀の石組みという大変めでたいものがあって、まあ、こんな小さなお庭本当に珍しいんですけども、貴重なものがであるということも分かったんです。まあ、この芭蕉製菓といわれる場所ですけれども、だいたい400平方メートルの敷地で結構広いですよね。で、敷地の広さですよね。私たちが今この主翼母屋の部分以外に、水回り、まあ、いろんな水ごとをするところのですね、増築された建物部分である角屋という部分とか、それから蔵のほかですね、ここからが大事なんですけど、芭蕉さんがですね初めて、編集した句集「海王碑」っていうんですけど、それを書いたというところだという建物長月軒というのがあるんですよ。はい、まあ、芭蕉さん江戸に出てからも帰ってくるたび、ふるさとに帰るたびにですね、多くをここで過ごしてたくさんのメイクを生み出したということなんです。で、まあ、この改修できて建物もしっかりしましたので、この座敷は、まあ、市民の皆さんに、有効に使っていただける、まあ、施設の一つになったということで、実際にもうね区会などに使っていただいたり、して雰囲気のある中で、社会教育に勤しんでいただいているというようなことなんでしょうか。はい、ここで区会を開くと芭蕉さんの弟子になったような贅沢な気分が味わえますね。いい句が作れるかもからね。それでは改めて市長にお話をお伺いします。はい、まず2022年を振り返っていただきたいと思います。はい、まあ、2022年、まあ、コロナに明けてコロナに暮れるというような時代でした。まあ、ただ初期の頃に比べてワクチンの接種率が高くなったり、皆さんがいろんな手指の消毒とかいろんな心構えが徹底してきたので、まあ、命に関わるというようなケースは初期の頃に比べると減ってきたというのは大変ありがたいことだなと思うんですけども、まあ、そんな中で、まあ、一応月を追って考えてみるというか思い出してみると、まあ、1月にはこの第10回の住みたい田舎ベストランキング、はい、伊賀市が4年連続その三重県内1位を達成しました。ね、移住してきてくださって、
いい町でしたか。6年くらいになるんですけど、毎日すごく楽しくて。そうです、はい、ありがたいことで、はい、伊賀が好きです。はい、ありがとうございます。まあ、そんなことで非常に外から来ていただいて、いろんなそれぞれの持ち味を生かしてね、生活をしていただいているということは嬉しいことだというふうに思います。それから e モニター制度っていう、これちょっと画期的だと思うんですけど、でこの e モニターっていうのは登録をいただいた方、幅広い年代の方で、ですから仕事の合間、家事の合間、自分の時間の都合のいい時にいろんなことを聞かせていただけるという制度なんです。それから青山ですよね。青山です。綺麗、はい、になりましたね、青山複合施設ね。とても青ね、綺麗になりました。青 ね、 そう、青ねという、ね、一般公募で名前もつけていただきましたけど、そんなのができたり、それからハザードンってね、伊賀市防災情報アプリというものを、だから必要な場所に必要な情報をすぐに出せるような、そういうそのスマホで、そういう危機情報が見られるというようなこともやりました。それから、まあ、2022年っていうのは、100年というのがですね、一つのキーワードになってて、伊賀線全線開通100年、100周年ということで、いろんな行事も行われましたし、この大事な交通インフラをまた未来に向けて、より利便性の高い、必要なそうしたものに再生させることが大事になってますよね。でその100年がそのキーワードになったのは何でかっていうと、実は元永貞正さんってね、アーティストが、伊賀生まれのアーティストがいるんですけども、その方が生まれたのもちょうど100年前だった、22年はね。それから、その同窓生である、同級生である、岸ひろ子さんという小説家、が生まれたのも100年前ということになりますから、その22年たった100というのは、そういう意味では一つの重要なキーワードだったんですよね。それから10月ですけど、ポチッとサラッとっていう、なんかちょっと面白い響きのものがあるんですが、これはいろんな手続きを、デジタルトランスフォーメーションを使って、ボタンを押すとか、あるいはサラッとできてしまうとか、とにかく市民の皆さんにとってより簡単に、そして、いつでもどこでもできるような、そんなことを考えていく一つの出発点の事業を始めました、はい。それから、いろんな事業が実際にやってみるということが復活してきました。例えば上野城の滝技能も実際にお城の下で幽玄の世界が繰り広げられましたし、それから天神祭り、お天神さんの脇祭りも10万人という人が来てくれました。それから11月のもう歳末でしたけども、最終日ぐらいでしたけど、伊賀上野って上野 その今言った天神祭りがユネスコの無形遺産になってるんですけど、なんとですね、もう一つできたんですよね。八幡勝手神社の神事踊り、加工踊りっていうんですけど、これがですね、ユネスコの無形文化遺産。だから一つの町に二つもこのユネスコの無形文化遺産があるっていうのは、まあ京都以外はまずないんじゃないかなと思うんですが、ですから伊賀ってすごいところだと思いません？はい。まあ、そんなことでですね、22年はですね、思い返せばいろんなことがありました。はい。デジタル化が進んだり、さまざまなイベントが復活したりと、はい、2022年はウィズコロナがスタートした年とも言えますね。そうですね。では岡本市長、2023年はこんなことに取り組みたいということがあれば教えてください。そうですね、いっぱいしなければならないことがあって、まあだけど伊賀市では大事なことのとして、子ども、暮らし、にぎわい、この3つを三本柱にしてますので、まあ、そうしたところから申し上げると、しっかりした子どもたちの体づくりをしなければいけないと思います。給食って僕ら普通にいただいてましたけど、あれなんで始まったかって考えたことあります？そう言われると考えたことなかったです、うん。そもそもは戦後、十分な食料が見方がなかった時に、どの子も
しっかりとした栄養をつけて元気な子に育ってもらうということで給食が始まったんですね。だからこれからもですね、今見てると、見かけではなかなかわからないんですけど、やっぱり生活というのはなかなか苦しいお家もあったりなんかして、子どもたちが毎日そうしたちゃんとした食事ができているかっていう心配もありますので、そんなことのないように、市としてね、できることをしていきたいなというふうに思うのが、2023年の、子どものための、一つの大きな目玉にしていきたいなというふうに思ってます。それから暮らしはですね、DX の時代になりましたから、お年召した方でも困らないようにしっかりとインフォメーションしながら、より便利な社会になるようにしていきたいし、そうやってやっていくことによって市の組織の中で無駄なことをしなくてもいいようにしていけるんじゃないかなというふうに思いますよね。コロナで物価高が続いたり電気料金が上がったりしてますので、そうしたことのサポートを、国県市ということでですね、やっぱり引き続きやっていく部分をやりましょうというようなことですね。コロナ対策、それから匂いの方ですけど、これは大変一つの大きなエポックになることがありました。昨年の9月議会で忍者回廊事業、これは忍者体験施設とか、それから新しい図書館とかというものをですね、ひとまとめにして PFI 事業、民間の力も借りながら整備しようということで、そうした計画がですね、仮契約から本契約を議会の方で認めてもらいましたので、走り出しました。城下町ホテルって聞いたことあると思うんですけど、ものすごくたくさんの人が来てくださって、今市内に3つあって、また新しい年度に2棟ということなんですけど、口コミだけの世界で稼働率がほぼ満室という感じでですね、すごいなと思うんです。そんなホテルをしっかりと、充実させていきたいなというふうに思ってます。そんなことでですね、2023年というのは多分、先の方から、また後の人が見たときに一つの伊賀上野が、大きく羽ばたく、そういうターニングポイント、エポックになる年なんだろうなというふうに思いますけど、みんなで羽ばたかないといけませんね。今年も市長は忙しくなりそうですね。そうですね、市長さんだけじゃなくて、皆さんと一緒に頑張っていくということが一番大事かなというふうに思うんですね。ではここで毎年恒例の書き初めを披露していただきたいと思います。私書きましたのはこういう字を書きました。これ分かります？跳ねるもしくは飛ぶ。なんで跳ねる飛ぶかっていうと、今年はうさぎ年ですよね。うさぎ跳ねますよね、飛びますよね。実にこれ伊賀市がですね、エポックの年から、実際に一飛び二飛びする、そんな年になるということですね。これはもう跳ねる飛ぶ、この字しかないと思って一瞬で決めました。なんでこの飛ぶという字にしたかということでしたけども、実際にじゃあいろんな環境が整ったからじっとしてたらみんなが飛んでくれるよねって、で美味しいものが空から降ってくるよねというわけにはいかないので、やっぱりそういう、そういうチャンスなんだから、みんなで頑張っていくということが今一番必要なわけで、一人で頑張るよりも、二人で頑張るよりも、三人で頑張るよりも、素晴らしい果実が得られるということだし、そしてそれがより良い未来につながっていくということなので、みんなで頑張っていきたいなというふうに思います。最後になるかもしれませんけど、市民の皆さんに申し上げたいことは何かというと、今言いましたけど、やっぱり自分たちの町は自分たちで作る、消防団の人よく言うんですよ、自分たちの町は自分たちが守るって、その通りだと思うし、大変
尊いことだと思うんですね。だから自分たちの町は自分たちが作るんだという意識を皆さんに持っていただきたいというふうに思います。伊賀上野っていうところは本当にいろんな意味でポテンシャルの高いところなので、そうしたことをみんなで形にして、そして未来につなげていきたいと思います。今年も皆さん一緒に頑張りましょう。番組のご覧の皆さんも市長の強い思いが伝わったのではないでしょうか。市長ありがとうございました。ありがとうございました。いい年に、ね、したいですね。はい。